どうもこんにちは、旬でありメンバーの稲山です。現在大きめの IT 企業でマーケターとして働いている新卒1年目の星です。お願いします。食品メーカーに勤めている社会人1年目のキーです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は2月に就活生が絶対にすべきことっていうテーマで、もう本当に大手に内定した元最強就活生のお二人にまあいろいろ話を伺っていこうということでございます。ざっくりどんな就活してたか本当めっちゃ簡単に言ってもらってもいいですか？うんうん、結構遅めの就活なんですけど、ちょこちょこちょこみたいな感じ就活やるじゃないですか、みんなはやりつつ、3月ぐらいで、就活解禁ってあるんで、そのタイミングでガチって、で5月6月ぐらいかなに就活終えたっていう感じで進んでました。じゃあ3年生の3月に始めた人なんですね。そう、はい、本格的に始めたのは3年生の3月、うん、はい。キーさんは早かったですね。そうだね、私も同じく2、3卒で就活してて、3年生の夏のインターンに向けた準備だから、時期で言うと6月とかから ES 出し始めたり説明会参加し始めたりして、4月ぐらいに就活終えたという形になります。じゃあこの時期に就活始めた人代表が星さんで、夏に始めてこの時期ラストスパートしてたのがキーさんの感じですね。そういうことだよね。確かに。じゃあまず星さんから聞いていきたいんですけど、この時期の就活生、今から始める体で何した方がいいですか？全部で3つかなあります。1個目が ES の準備するっすね。なんでかっていうと、すでに出せる企業もいっぱいあると思うんですけど、3月の就活解禁みたいな感じで出せる企業が増えたりするんですかね。でそのタイミングでもう10社とか入社出したいってなった時に、そこのタイミングで ES、 例えばガクチカとか自己 PR とか書いてると、めっちゃ時間やばいってなってるんですよ。なんで最初2月ぐらいに、あと自己 PR とかガクチカは絶対書いておいて、プラスでなんか志望動機の型みたいな作っといてあげるとめっちゃ楽になるだろうなって感じですね。志望動機の方ってどんなことやってました？めっちゃ具体で言うと、もう自分はこうなりたいですみたいな、でこういう経験からこう思いましたみたいな話して、なんで御社の〇〇〇〇、ここはキーワードに変えて、だから御社で活躍しますみたいな、だからここら辺のなんかフォーマットの一部作っといて、はい、ここだけ変えるみたいな感じで、ここだけ変えて提出してたって感じ、やってたって感じですね。が1つ目で、で2つ目が SPI の勉強はしといてもいいだろうなと思ってて、だから3月になって就活してて、なんか結構周りで SPI で落ちちゃってて、そもそも面接いけないみたいな、結構悲しいんですよね。なえるし、なんかよくわかんないってなっちゃうんで、そこで SPI の勉強しとけると学歴関係なく受かるんで、 SPI ってしかもめっちゃ簡単っていうのもあるんですけど、その受験ほど難しくないんで、なんで絶対勉強しとけるといいと思います。 SPI の勉強マジやる気起きない学生いっぱいいると思うんですよね。はい、どうやったらいいですか？だから SPI めんどくさい人は別に YouTube 見るとかでもいいし、SPI で一問一答とかも多分あるんで、そこら辺やってもいいし、JobTV さんとかはなんか登録すると、 LINE 公式 LINE かなが登録すると一問一答が毎日届くみたいなのがあるんで、多分 LINE 友達にピュッてやるときついでに一問答えるみたいなこともできるし、あとインスタ、旬大のインスタでも多分一問一答みたいな、たまにやってたりするので、はい、僕が考え出したやつも、はい、あるんで、ぜひやってみてください。じゃあちっちゃいことから始めていくのが一つのやり方。何事も一回やってみるとモチベーション上がるっていうのがあるので、ぜひぜひちょっととりあえずやってみるみたいな、簡単なことやってみるっていうのをやってみたらいいと思います。ありがとうございます。キーさん、なんか SPI に意識したことあります？ SPI を本選考の一環として組み込んでる企業が多いじゃん。で ES を提出しなくても SPI だけ受けられる企業っていくつかあるじゃん。なんかネットで検索すればそういう企業のリストがあったりするから、そういうところを見つけて、でもう本当に実践の形式でね、解くのが一番時間の面とかでも、そのなんていうの、感覚の面でも勉強になると思うから。確かにね、やっぱ実践の場を積むっていう意味でもいいと思います。確かに、あと練習だとやっぱやる気起きないんで、実践の方がやる気起きますよね。そうだね、確かにね。で、あわよくばね、先行進めるしね。ありがとうございます。はい、じゃあ最後3つ目。3つ目が、これちょっとメンタル的にもいいんですけど、逆求人登録しとくみたいな、結構いいなと思ってて、そこまで自分が第一志望とかではない企業の選考案でときたりするんですよね。そしたらそれちょっと受けてみて、なんとなく就活の雰囲気つかめるし、フローなんとか一通りできるし、あとメンタル的にはなんか来て嬉しいみたいな、なので結構おすすめで、 JobTV でも一応JobTV に登録すると逆求人 JobTV とかも来るので、ぜひぜひちょっと登録してみてください。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと少し宣伝になるんですけど、今回この動画に協力してくれてる JobTV さんも、逆求人あるってさっき話してたんですけど、自己 PR 動画1本登録するだけで、いろんな企業の説明会とかも見れるようになるんで、皆さんおすすめなんでぜひ登録してみてください。であと就活フェスっていうイベントがあって、2月の23と24に対面とオンラインで、両方で、就活のイベントがあって、
旬のやりメンバーも行くので、興味ある人は概要欄から見てみてください。今から就活始める人って、まあ、なんか世間的にちょっと遅いじゃないですか、うんうん、だからなんか今からやって内定取れるのかなみたいな、うん、もうどうしようみたいなマインドの人も結構いると思うんですけど、うん、マインド面でなんか今から始める人が意識しておくべきことはありますか？いや遅くないけどね。遅くないんですか？まあ、前提めっちゃ企業あるしめちゃくちゃ有効求人物高いんで絶対大丈夫だと思います。まあ ES の準備、 SPI の準備、まあ、逆求人登録しとく、はい、あとメンタル的にはまあめちゃくちゃ求人あるし、まあ普通3月とか普通やと思ってるし、まあなんか辛くなったら逆求人から来てる求人を見てなんか安心するっていう感じで生きていけと、はい、最高にいい状態でできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そしたらじゃあ次に、ここからラストスパートする人で、まあじゃあキーさん代表で、まあ、どんなことを意識とかどんなことすればいいですか？ラストスパートってところで、大きく2つあって、まず1つ目が、まあ、経験を積むってところで、2つ目がオリジナリティを出すってところで、1つ目が、まあ、経験を積むってところで、その SPI の本番の形式でやってみるだとか、あとは面接の場数を重ねるだとか、もうひたすらその場数を踏んでもう自信をつける、うん、やっぱ自信をつけると結構表情も明るくなるし、あの声も大きくなるし、話し方の面でも結構上手くなると思う。確かに、わかる、ね、で、2つ目のオリジナリティを出すってところなんですけれども、やってたこととしては大きく2つありますと。で、1つ目が、まあ、原体験を深掘るってところです。原体験を深掘るっていうのは、例えば就活の塾なんですかって聞かれた時に、まあ、理由とか答えると思うんですけど、その理由のところでちゃんと自分の過去の経験と結びついてるのかなっていうのを改めて整理したりだとか、あと志望動機のところとか、なんか結構企業の魅力を語るだけの、あのスタイルになっちゃってる人も多いと思うんですけど、ただただその企業の魅力を語るだけじゃなくて、なんでその自分と結びついてるのかとか、自分の過去のどういう経験があって、なんかなんでそこに惹かれてるのかみたいな、その自分の経験だったり感情との紐付けってところを、あの意識するとよりパワーアップできるんじゃないかなっていうふうに思います。あとやってたこととしては、まあ社員訪問とかもう1対1で話すことによって、まあその具体の社員さんの話のエピソードとかを面接で活用できたりするから、まあ、ネタとして持っておくっていう意味でもいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあなんか他意識することあります？なんかマインドとかで。マインドのところは、まあ、2つあって、まず1つ目はもう夏だったり、まあ、秋だったりから頑張ってるっていう安心感、もうそこは自信を持って進むべきだというふうに思ってます。やっぱりの時間をかけてるし、ある程度まあ場数も踏んできてる人が多いのかなっていうふうに思うので、そこは自信持ってくださいってところ。あとは2つ目は、まあたまには息抜きもいいよねって話です。結構なんか周りも就活ってなってきて、結構うまくいかないと焦っちゃうと思うけど、一旦距離を置いてなんかスッてしてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ、今日はあの2月就活生がすべきことを、星さんとキーさんのお二人に伺っていきました、はい、でさっきも少し話したんですけど、今回 JobTV さんが松竹さんと東京ドームさんとブシロードさん人事さんと対面で話せるイベントを開催していて、企業マッチングができるような就活フェスっていうイベントをやってるので、興味ある方はぜひ概要欄から、入ってみてください。なんか最後に就活生にメッセージいただいてもいいですか？はい、はい、でもさっき言った通り、まあ、求人倍率めっちゃ高いし、入社はするだけであれば、まあ、多分できるみたいな状況があるんで、こんなにいい状況ないと思うんで、なんかぜひ自分が本気でいきたいなと思う企業さんとかちゃんと受けて、ちゃんと時間使っていけたらいいなと思います。はい、今本当に不安だと思うし、私もそうだったんですごいわかるんですけど、もう絶対あの内定はもらえます。まあ、前提就活生も企業を選ぶ立場にあるってことをちょっと意識すると気持ち楽になって、選考も楽に臨めるのかなっていうふうに思うので、その気持ち意識してぜひ最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ございます。ということで、就活生の皆さん2月も頑張っていきましょう。せーの、じゃあな。下克上っていう感じで気合入ってます。勝ち上がりたいって、相手取りたいと、で勝ち取りたいと、絶対に残りたいと思ってます。人生で挑戦してきたこととかは、まあ、全部成功してきたので、最終面接を通過した人は、内定をかけ集まった6人の就活生、1泊2日で内定が出る前代未聞の選考に挑みます。それって割と誰でもできること？言語化はできていないな。やめてください本当に。こんなバカ笑いしてる女誰も取りたくありません。ダメでしたね。自信を失ってきてます。選考時点に楽しさを感じられる、本音は辛い。ちょっと怖かったです。怖かったです。